リヒコヒロは中国最大の検索エンジンであるバイドゥインクの創業者であり、現会長兼 CEO。2006年には、米国のビジネス雑誌、ビジネスウィークが選ぶ、ベストビジネスリーダーの4位にランクインしている。19歳の時に、山西昭春泉氏の全国普通高等学校、招き生入学講師で、首席合格者となる。北京大学を卒業後、 ニューヨーク州立大学でコンピューターサイエンス修士取得。卒業後はダウ・ジョーンズ・カンパニー・インクやインフォージックに勤務。インフォージックでは検索エンジンの設計を担当。彼が開発した ESP 技術はインフォージック・ go c コムのサーチエンジンに応用されているほか、go c コムの画像サーチエンジンも開発している。インターンシップ時代には、 米国末下電気産業で働いたこともあり、この経験が人生を変えてしまうほどの大きなきっかけとなったと語っている。2000年1月1日、ベンチャーキャピタルからの120万ドル融資を受けてシリコンバレーより帰国し、バイドゥインクを設立した。2001年8月には検索エンジンバイドゥー .com のベータ版を公開し、同年10月には正式版リリース。 2005年には同社をベーナスダック上場へと導いている。天台高校、運数学校一分離彦広ヒロ工場元地方、派、進化も。 http://news.xinhuanet.com スラッシュローカルスラッシュ2013-06スラッシュ09スラッシュ1 2483万 7111HTM2016 年7月18日閲覧。長者番付中国は115人で、米国に次いで2位。アジアの躍進目立つ、米フーブス氏。 レコードチャイナ、h t t p w w w r e c o r d c h i n a c o j p b 4 9 8 6 0だ、s0 c 3 0 html2018 年4月16日閲覧中国一の富豪が交代マイナス100度の李彦宏氏が、万達集団の押し抜く。ブルームバーグ。 https://www.blomberg.co.jp:/news:/articles:/2013-12-04/mxqgz06klvrt012018 <noise> 年4月16日日閲覧女性にモテるハンサムな富豪たち。人民も、 http://j.people.com cnn2014-0902 c94659-877-7245-3 html2018 年10月18日閲覧アリババ馬会長北京の大気汚染に孫正義主譲りの自虐ネタ本当に宇宙人だったら サーチナ。2018年4月19日閲覧。天台高校、文数学校一分離彦広ヒ高校,校上工場元、地方、派、新加網。 http://news.xinhuanet.com ススララッッシシュュスラッシュローカルスラッシュ2013-06スラッシュ09スラッシュ41億2483万 7111HTM2018 年4月16日閲覧。中国人はプライバシーより利便性重視する国民性100度 CEO。 アフプブ、2018年4月16日へ閲覧。アリババ、テンセントの二強時代は終わる。日経 BP、2018年4月16日へ閲覧。清大学管理学院解改名。聖火大学経済管理学院。2017年11月24日へ閲覧。BCNR、速報、バイド CEO に、男が、頭から、液体。 開発者大会の基調講演中に、PCNR2019 年7月3日閲覧、ありがとうございます。